オスミックトマトですが、土壌だけでなく栽培方法にもこだわり、驚きの甘さを追求したトマトですが、ゆうちゃみさん、はい、最近驚いたことがあったと。はい、ありました。何でしょうか。今度私ドラマに初挑戦することになったんですけど、まさかギャルが NHK のドラマに出演できるなんて思ってなかったので、もう嬉しい気持ちも本当にあったんですけど、一番驚きました。本当ありがたいです。頑張ります。 NHK のドラマ、はい、おめでとうございます。嬉しい驚きでしたね。はい、頑張ります。ドラマ決まったということでおめでとうございます。ありがとうございます。何かこのオスミックトマトに絡めまして、少しの贅沢さをお届けするオスミックファーストシリーズですが、ドラマ決定にあたって何か贅沢されたことありますか？まだ贅沢はしてないんですけど、でもそのドラマに出れるっていうことが本当に贅沢なことだと思ってますので、その役をもらった以上頑張りたいと思っております。よく NHK があなたを指名したわね。そうなんです。ぜひデヴィ夫人からゆうちゃみさんにアドバイス何かお願いします。いや、私ゆうちゃみちゃんのこと全然わかんないので、アドバイスっていうよりも、笑うとき上の歯茎を見せないで笑う練習をしたらいいかなと思います。わかりました。はい、歯茎見せません。トリンドルさんからもアドバイスありますか？はい、でもゆうちゃみさんちゃんって本当にすごく明るくて、さっきも私が出ていた20歳なんですって。すごいわね。私が出てた番組全部見ましたとかって言ってくれたりとか、もうとにかくいい子なので、きっとどんな現場に行っても愛されると思います。頑張ります。ありがとうございます。嬉しい。